抑えですね、抑え上。ストッキングまだ死ぬほどあるから。カシミヤだよ。カシミヤだよ。一応金可能性の方が高いから。これ何？あ、山用の。コルドフィとかいいの？あ、それは。全部入れてるじゃん。全部入れてるじゃん。結局全部パッと出てきたじゃん。これまたね、あれ、チャリンって言った今。あ、いえ、全然。チャリンって言ってね。これで伊藤さんの曲使ってるの申し訳なくなってきたんだけど。こういう時に伊藤さんの曲聴いて、やる気が出るんですよ、我々は。ラスケアルバムあるよ。あと一周したらラスケのやつじゃない。一周してないの？まだ一周してない。机が出てきたよ、うん、こっちもね、やっと扉が稼働しそう。やったね。いや絶対誰も。じゃあここでですね、みさこさんお願いがあります。はい、食器を運んでください。はい。いやー、こう見て、コッキーさん、この炭箱、ここ、おおお見える、なったよ。見えるよ。あとすげえ小銭ある。なんかね、ここ、で、本当にいくら出てくるのかな。やばいよ。休憩したいけど、ちょっと空気を吸ってくるっていう。ちょっとお茶持って外行こうか。あ、そう、携帯充電しなきゃいけない。もうなんか掃除に夢中だったわ。あ、携帯を充電して。これは、これコップ、これコップ、コップ洗えば使えるコップ。使って。グラス。これなんだろう。コップでしょ。この店もコップやろうよ。いや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 、なんでこんちゃん綺麗やと思ってる。え、今この状況だと誰の部屋でも綺麗だね。そうですよ。私もそんな錯覚を感じてしまった。申し訳ないけど、うん、一旦廊下出そう。みさこさん、